都知事選挙に出てる候補者の話になりますけれども、こういったことになぜ反対したしないのか不思議ですよね。皆さんどう思いますか。で、私そのまあ一言で言えばコロナ詐欺ですね。コロナ詐欺を告発する立候補者がなぜこうも少ないのか、その5人主要候補と呼ばれる、まあ、インチキ制度、マスコミと結託したインチキ制度の中で一人もいない。それはおそらく野党、いわゆる野党無所属の人の中にはいると思うんですけれども、本心はね。だけれども大衆がマスメディアに洗脳されている以上、自分が受かるためにはその彼らに合わせなきゃいけない、騙されてる大衆に合わせなきゃ票が取れないっていう事情で、それを言わない人もいると思います。まあ政治っていうのは権力をめぐる闘争ですから、今いるチャンピオンを倒さなきゃいけないわけですから、でそのチャンピオンを倒すためのその言いがかりが必要なわけですね。もっとこれが足りない、あれやるべきだという場合に、その有権者受けのいい、有権者でも理解できるネタとして、もっと小池百合子8割じゃなくて10割だと、もっと PCR 検査をというわけですね。もっとアラートをということで、批判に卑怯になってしまうわけですね。これが民主主義の弊害の一つだと思っております。まあ、最も国際カルトは民主主義を各国に引いていってるのは、少数者が多数者を支配するのに最も便利な考えつく政治ツールだからだということだと思っております。ところで夜の街ってうるさく出てきますよね。この東京107人の昨日の新聞の段階での記事でも、うち3割弱29人が、いわゆる新宿の、ホストクラブやキャバクラの従業員も、さっきついたばっかりのこの長官、まあホストクラブで集団検査 PCR 検査を受けさせてるんですね。そして今度来週は、池袋の、豊島区のその区長が池袋エリアにあるホストクラブの全従業員に PCR 検査を受けてもらうように店側に要請すると言ってるわけですね。まあ都知事選挙なわけですけど、当然小池さん、まあ、そんなことはさまつな問題で、私が言いたいのはなぜこの夜の街をこの標的にしてるのかっていうことですね。皆さんどう思いますかね。私は2つ想定できると現段階では考えています。一つは、まあ、大げさな言葉を使えば闇経済をなくすってことですね。この税務署が見えないお金のやり取り、銀行も何も使わない、現金でのやり取り、ちゃんと帳面も、提出しないような職種にも、透明化させる、まあ、現金廃止と連動したもんですね。でもう一つは男女の出会いをなくす、これが私テーマだと思ってます。まあ、考えてみれば3月4月5月6月相当な新しい出会い、恋の芽生えっていうのがなくなったんじゃないでしょうかね。男女の出会い、生殖能力を非常に削ぐ非常に危険な状況に持ち込んだと思っております。常に赤ちゃんが誕生するように なっていて、人口っていうのは保たれていくわけですから、その決定打を与えたと思います。でこの外出自粛要請とかこの非常事態宣言下では路上でブラブラしてると結構夜なんかもうパトカーが繁華街とか回ってたりして、とても歩きにくい、帰れとまで言われたっていう事例は聞いてないんですけれども、そこで男性が女性に声なんかかけてたらなんかすぐ飛んできそうですよね。とてもそういうできる雰囲気に思えなかったし、で平塚さんが昨日言ってたんですけれども、演説で歌舞伎町でもう24時間スピーカーで強引、その客引きには注意してください、話しかけられても絶対に会話に応じないでくださいって言ってるんですよね。これ前からです、私も思ってたんですけれども、もうナンパできない、で職場ではセクハラストーカーだって、
もう出会いなんかないですよね。ただでさえなかったのに、もう今回でもう非常に男女の出会いを削いだ。でそういう中にあって、唯一この異性同士がお話しできるのがその夜の街、出会うきっかけ、チャンスがまだそこにはある。これを潰したいんじゃないかなと思ってます。でこれはトランスジェンダーのプロパガンダとリンクしてます。でというのは、簡単に言うと最終的にはトランスヒューマニズム、人間の生殖能力を不要にしたいと彼らは考えていますから、いらないんですね、男女の繁殖っていうのは。でオルダス・アスクリーの素晴らしい世界、新世界の小説の中でも、子供は工場で生産させられてるんです。そのために家族を破壊するためのプロパガンダニュースをもう四六時中毎日流してると思いませんか。長男がじいさん刺し殺したとか、あの愛人とトラブルで刺し殺したとか、あのつまり家族という単位をなくしたいんですね。トランスジェンダーもそうですね。あのホモでも、バイセクシャルでもレズでも何でも、OK と LGBT キャンペーンありましたね、杉田水脈なんてあのの発言が、言葉狩りにあったの真意は本当はそれだったと私は思ってます。生産性っていう言葉だけクローズアップされましたけど、真意は LGBT をバカにするやつは許さない、排除するっていう話だと思います。カルト権力は人間の生殖を葬りたいわけですから、それで男性のスカート着用を認めたり、男女の共用便所にしたりしてるわけですよね、学校なんかは。最後はウイルスの話に戻ります。まあ、この真相を追求されている方にとっては、現段階我々一般人が、得れる情報の範囲内では、まだコロナウイルス、新型コロナウイルスっていうのは存在するのか存在しないのか2説あります。まあ、存在しないって言ってる人の、まあ、一番有名な人はアンドリュー・カウフマン、医学博士でありますけれども、まあ、彼は新型コロナウイルスと言ってるのはエクソソーム、まあ、細胞から出る、まあ、廃棄物じゃないかと言ってるんですね。まあ、そして、まあ、候補の4原則の一つ、まあ、分離、他の遺伝物質からそのウイルスだと、その主張する遺伝物質が分離できたのかって、まあ、全然できてないじゃないかとこう言われてたわけですけども、2つの研究所が一応できたと報告していますね。まあ、一つは国立感染研究所と、それからもう一つはフランスのマルセイユ研究所ですね。徳島大学名誉教授の大橋誠先生によると、国立感染研究所 の, その分離成功っていうのは、そのシーケンス登録をその後取り下げているというわけですね。このマルセイユ研究所のアントニー・ルバスール教授は、新型コロナウイルス株には他の株よりも致死率が高いとか危険性が高いというものは確認されていないと言ってますね。つまり非常に弱毒と考えられそうです。でこれは武田邦彦教授も言ってるんですけれども、まあ、彼は、コロナ騒ぎすぎだって異常だってテレビで言ったら、まあ、マスメディアから干されていますけれども、彼は自分で撮ってる動画の中で非常に弱毒性なんじゃないかとおっしゃってますね。この今回のコロナウイルスっていうのは人工兵器なのか生物兵器なのかどうかっていう議論はずっとありますよね。で武田邦彦さんはそれを見たというんですけれども、人工兵器だったらなぜこんな弱いところばっか、 SARS とかそのエイズとか遺伝子いくつかこうピックアップしてきてるそうなんですけれども、弱っちいところだけ組み合わせてる。本当に殺す気でやるんだら、そんなとこ、そんな変なとこ取ってこないだろうとおっしゃってるんですね。その言葉がずっと頭に引っかかっていまして、今私が推論するのはこういうことです。つまり今回は人口削減のためにやったんじゃなくて、まず監視の口実を作るためにやったんだということですね。監視強化、個人を特定できるような
まあ、5G、スマートシティ、そしてワクチン接種、その ETC、現金廃止なども含めて、みんな高輪ゲートウェイの、駅の売店みたいにしちゃって、それからこれから次のステップだと思ってます。選別が始まるのは、人口淘汰をこれからやっていくのはと思います。っていうのはですね、まあ、人口5億人減らそうっていう計画があるんじゃないかと言われてますよね。それはジョージアガイドストーンに描かれているように、75億人を13分の1にして5億人すると、それで 全員 IC チップでコントロールっていうような話ですよね。で、もし今コロナウイルスっていう、まあ、人工生物兵器で、殺していくんだとしたらどうでしょう。5億人まで下げたとして、減らしたとして、生き残っていく人っていうのはどういう人でしょうね。非常に強い、肉体的に強いマッチョな人ばっかりですよね。そんな人が支配権力欲しいのかなってことです。いや、彼らが欲しいのはもっと従順さ、それからその情報処理能力ですね、頭の回転がいいとかそっちの方じゃないか、その左脳に長けた人なんじゃないかっていう気がします。あの映画マトリックスの中で出てくる人間っていうのはみんな水槽の中で脳がつながれていますよね。あの使っているのは多分脳だけなんでしょう。脳の中で、仮想現実を見て生きている。そういうで、彼らはそこから何かしらのそのエネルギーを搾取しているわけですね。それは現代の教育制度からも推察できると思います。まあ、たくさん左脳を使って、偏差値の高い大学に行って言われた通りに事務処理をこなそうとする、パーフェクトにこなそうとする、そういう人間を国際カルトは求めているわけですね。いらないことを哲学や思想を考えたり、体の強いものは欲しくないわけですね。あの反体制的な人なんてもってのほか、それを排除するのが、全員補足可能になった次のステップじゃないかと推論しています。まあ、とにかくこういう流れですから、我々人類にいいことなんか一つもありません。ぜひこういう情報を共有して止めていきましょう。というわけで、今日は8割脱線でしたけれども、東京107人感染確認報道のシーンについてお伝えしました。